よーし、シャニマスウィング編、アンティーカも最後の一人、夕刻キリコちゃん、今日からプロデュースしていこうと思います。いや、楽しみすぎる。なんかこの子ね、めちゃくちゃ包帯とか絆創膏とか貼ってるんだけど、これはなんでこういうのを貼ってるのか、どういうことなのかっていうところが一番気になります。まあおそらくね、アイマスだから、そんななんていうの、自分で痛めつけてるとかそういう可能性はないと思うんだけどね。あー、これはちょっとね、自分の目でしっかり確かめていかないと。ということで、プロフィールをまず見ていこう。年齢は17歳、花の高校2年生。血液型は AB 型天才肌だね。誕生日は9月23日の星座は天秤座。いやもう、ここだけで神秘的。神秘的要素が詰まりすぎ。160センチと身長はまあ普通より少し大きいぐらいなのかな。で、体重は51キロ。まあ、これは標準体型素晴らしい。先生は79、素晴らしい。着手は左、レフティーなんだ。まあ、AB 型でレフティーってことはもうどんなスポーツやっても、それなりの選手になる素晴らしい天才肌ですよ。出身地は青森県。で、趣味は可愛いものを集めるのが好きで、手芸で献血、なるほど。人に貢献するのが好きな可愛いもの好きの女の子。無敵じゃない？で、特技は包帯を綺麗に巻くこと。なんだろう、看護師さんでも目指してるのかな。次、足音を立てない。そんなゾルディック系みたいな癖になってんの。で、リンゴの皮むきが得意。いや、なんかこの子すごいね。だからこれ病院で使えるスキルだよね。全部夜中に患者さんを起こさないように足音を立てないとか、そういう系なのかな。看護系の子なのかな。やっぱりちょっとこれから深く知っていきたいね。行ってきます、プロデューサーさん。いや、行ってらっしゃい。でも僕も今から一緒に行きますからね。俺ね、キリコちゃんの SSR やたら持ってんのよ。1,2,3,4,5 枚持ってんのね。どれでプロデュースすればいいのかっていう、ちょっと真剣に決めるわ。今から1枚ずつ見ていって。王道、もうこの美しい大聖堂の中で誰よりも光り輝く聖母って感じ。いやー、これは夕暮れ時にプロデューサーの手を掴んでいる。ちょっと待って、この子、今更だけど、めちゃくちゃ美少女なんじゃないですか？可愛すぎん、ちょっと。そしてトマトケチャップ、ピザトーストを焼いているキリコちゃん、こんな一面もある。ちょ、その髪の毛のお下げの結び方、三つ編み、可愛すぎない？ちょっと。こんなちょっとアクティブでポップな一面も持ってんの？いや、そしてこのお嬢様学校でピアノをポロンと弾いている、この旋律、彼女が奏でる音階は、僕の心を包み込んでいくといったところよ。そしてもう今すぐにでも風に消えていきそう。しかしこの夕日を朝日を全身に浴びて躍動しているキリコちゃん、気に入りました。君にします。よし、ということでゲストに三峰の R サポートを編入し、このキリコちゃんを、この美しすぎるキリコちゃんを見ていく。楽しみだ。スカウトなのか、それともオーディションなのか。でもスカウトっぽいよな、キリコちゃんは。包帯の女の子、そうだな。なんかキリコちゃんがオーディションに来るってあんまり考えられないしね。ではそろそろお仕事に移ってもらいましょうか。はい。今回プロデュースするアイドルは、まあこれはスカウトでしょう。おはようございます。はい、プロデューサーさん。え、こんなパターンあんの。あの子、今日から来てくれてますよ。え、どういうこと。もうすでにお知り合いなの。葉月さん、おはようございます。あの子ですか。誰のことですか。はい、はい、しばらく応接室で作業してもらってますから、会いに行ってあげてくださいね。どういうこと。アイドルとしてじゃなく来てるってこと。はい、誰のこと。わかんないです。あ、ドアがちょっと開いてると。うわ、かわいすぎ。はい、できました。包帯、いつもよりうまく巻けたかも。これは自分に巻いてるのかな。あ、いかん、つい見とれてしまった。かわいすぎて。いや、ノックもしないで、すまない。俺はプロデューサーあ、そうです。なんで知ってるんですか。そう、この子は忘れもしない。いや、忘れてたやないかーい。
夕刻キリコさんだね。オーディションの時以来だ。オーディションに来たんだ。自分で自分を変えようと動いた子なんだ。勇気ある子だね。私の名前覚えていてくれたんですね。いや、もちろんですよ。ああ、よく覚えているよ。来てくれて嬉しい。これからよろしくね。はい。いや、これ初めてのパターンだね。さっきは引き込まれるような雰囲気があったけど、こうしてみるとすごく控えめなんだよな。ところで、包帯を巻いてたみたいだけど、腕怪我してるのか。そうだね、これはちょっと大事なことだね。聞いとかないと。いえ、お、どうした。ちょっと、ぶつけてしまって。ああ、やっぱり怪我してるのか。そうか、心配だな。念のために医者に見てもらおうか。いえ、大した怪我じゃないので、本当に大丈夫です。これもしかしたら本当は怪我してるわけじゃないけど、包帯を巻く練習をしていただけで、でもそれを言うのが恥ずかしいから、あ、ちょっとぶつけちゃってって変な子だと思われたくないからみたいな、そういうパターンなんじゃない。そうか、わかった。でも経過は伝えてくれ。はい。おお、ありがとうございます。いや、かわいいな。おい、はは、あんまり緊張しないで。俺も急に邪魔して悪かったよ。はは。それにしても包帯を巻くのお前上手なんだな。はい。そのこうしてると落ち着くんです。おお、それは大丈夫か。ちょっとプロデューサーさんに会うときは、おう、緊張しないようにしたかったので。あ、やっぱり怪我したわけじゃなくて、まあ、包帯を巻くことで心が落ち着くタイプの女の子だから、まあ、大一番の時には巻くようにしてるっていう感じなんだね。ああ、そうだったのか。ん、どういう意味だろう。包帯を巻くと緊張がほぐれるものなのか。まあ、そういうのは人それぞれですからね。これからよろしくお願いします。大切なことは、今目の前にいるこの女の子がもう可愛すぎるという、ただその一つの事実があるだけです。うん、ああ、もちろんだ。一緒に頑張っていこう。いやー、始まる。何かが生まれそうなんです。そんな独創性すら秘めてるの。ちょっとこの子大物になる予感がプンプンしている。なんでアイドルになろうと思ったんだろうね。その辺も含めていきなりパーフェクト。何この、すごいですね。末恐ろしいです。よし、 OK です。お、あれは、いきなり三つ峰来た。心重なる。おお、二人。はい、おはよう。いや、マミミと三つ峰の絡みはかなり熱いんじゃないですか、これは。んー、ああ、三つ峰か。おはよう。いや、いい距離感だね、いきなり最初っから。あんなに遠くからよくわかったね。わかるよ、同じユニットの大事な仲間なんだからさ。三つ峰愛のサーチ力から逃れられると思わないことだね。いや、まだね、マミーは多分ピンときてないだろうからね、この段階では。あ、やだ、やめて、無言はしんどい。冗談は置いとくとしてもさ、マミミーは服のおかげで後ろ姿からしてオンリーワンだもの。見つけやすいよ。ああ、やっぱ服のこと褒めてくれたって感じだもんね。そういうことなら、三つ峰だって遠くからでもわかるけどね。間違いない。ありゃ、やっぱり三つ峰アイドルオーラで目立っちゃう感じ。いやー、まいったな。三つ峰ったらもうそこまでのアイドルになっちゃったか。あ、これもアンティーカのおかげだな。うんうん、そうは言ってないけど。マミミン、さっきから手厳しいよね。私、しつこいのは苦手なんで。それに、三つ峰を見つけやすい理由だって私と同じで。まあ、服装が奇抜だからだよね。お、おおはよう。こら、また遠くからでも見つけやすい女の子来ましたよ。あら、ココタン、おはよう。おはよう。なんかすごいバランスの3人になったな、ここ。二人と会えて嬉しかね。嬉しかね。遠くからでもユイカとマミミはすぐわかるったい。いや、君もわかるよ、可愛いからね。何番行っても目立つけんね。うん、そん個性的な服のおかげですーく見つけられると。まあ、ぶっちゃけ三つ峰では個性的な服なのか、そんなに。そして彼女
女は制服ですよ。冷静に考えたら、まあ、チョーカーとかは確かにちょっと目立つかもしれないけど、まあ、髪色だよね、あとはね、髪型と。おしゃれさんにはかなわんぱい。うん、確かに、ゲロおしゃれ。いや、嬉しいね、褒められたら。いいね。いいね、このなんか遠回しにさっきさ、こうやりとりをしてて、なんか、噛み合ってるようで、ちょっとなんか、遠回しのうわーって会話してるところに、全部まっすぐ喋るコガタンが来たことで、こう、ギュッてまとまる感じ、空気感がいいね、これ。なんで笑いよると？うち、なんか変な言葉言った？二人がお互いに言い合おうとしてたことをね、バーンって一人で言ってくれたわけだもんね。いや違うの違うの。ごめんね、小型。みんな同じこと思ってるんだなって思って。さっき三峰も、マミミンに同じこと言ったんだよね。三峰もそうでしょうって言おうとしてたのに。小金に取られちゃったからおかしくって。いや仲良し、ちょっとめっちゃいいなこの会話。ああそがんことやったとね。ということはうちらアンティーカは一心同体ってことばい。間違いないです。出た小型お得意の絆理論。ああでも多分そういうことかな。そういうことなんですよ。二人と一心同体なのは疲れそう。まんざらでもないくせに。私は遠慮しときます。本当は思ってないくせに。そう言わんと。まあ耳も仲間に入るとよ。入るとよ。そうそう、一心同体の三人で仲良く事務所行こう。いやいいな。ああちょっと引っ張らないで。仲間でも何でもいいから話して。いやいいバランス。ちょっと心がぴょんぴょんするんじゃよ。生まれそうなんです。僕もです。よし、すごいです。楽しそうだったね。おレベル2、素晴らしい。とりあえず回復フェーズをちょっと挟もうか。パーフェクト。この子すごすぎるぞ。よしやりました。お、見えない剣心。ん？レッスン室に誰かいるな。ゴシゴシ。お、なんか洗ってんの？あ、違うわ。フロアを磨いてんのかな？あ、プロデューサーさん、おはようございます。そうだとしたら、ちょっと完璧すぎない？この子。どうしたんだ？こんな朝早くに。早朝レッスンの予定入ってたっけ？まだユニットのみんなも来てないようだけど。少し早めに来てしまいました。やる気バッチリだね。それで掃除をしていたのか。あ、はい。みんな気持ちよくレッスンできたらいいなって。うわー、こういう気遣いがまたアンティーカの結束力、絆パワーを深めてくれるんだよな。あー、キリコは優しいな本当に。いえ、世界一優しいんじゃない。ちょっとそれに誇りっぽいところでレッスンしたりして、おみんなが機関士ぜんそくになったら大変です。心配しすぎだけど、まあでもそういうのはね、大切だよね。おそれはさすがに考えすぎじゃないか。そうでしょうか。いやでもそんだけ考えてくれてるっていうのは、みんなのこと思ってくれてるってことだからね、いいことだよ。うん、キリコどうした？どうした？私自信がなくて、おみんなの足を引っ張ったりしたらって思うと、うん、せめてこんな形でもみんなの役に立ちたくて。キリコ、不安なのはきっとみんな一緒だよ。なるほどな。ん？キリコ、怪我のところを押さえてるけど痛むのかな。いや、とりあえずキリコの気持ちは分かった、なんとなくだけどな。でもこれ怪我しているわけじゃなさそうだよね、やっぱり。はい。それかなんかどっか本当に痛めちゃってんのかな。でもだから掃除をしようって考えるのはすごく偉いことじゃないか。間違いない。もしかして普段もこっそり掃除とかしてるのか。 いえ。おお、またた包帯のところを掴んで、お、痛むのかな。その大したことはできないんですけど。それともあれなのかな、なんか今の問答で緊張したからそこを抑えることで落ち着こうとしてるみたいなことなのかな。なるほど、
いろいろやってくれてるってことなんだな、きっと。え、おお。でもあんまりそんな風に言ってもらったことなくて。いや、周りにいる人見る目なさすぎでしょ。もっと言ってあげて、もっと褒めてあげて。彼女をマジで頼むから、今すぐに。すごく、おう、ちょ、嬉しいです。ちょっと待って、可愛すぎです。そうか、だったら俺も嬉しい。間違いなく嬉しい今俺は。じゃあ俺にもそうさせてくれ。そういうところはキリコの魅力だと思うぞ。それはキリコのためにもなるって思うぞ。いやーって褒めよう、まっすぐに。え、そんな。いや、可愛すぎ。考えたことありませんでした。いや、魅力です。君は魅力しかない。いや、そうやってみんなを支えていこうって気持ちはアイドルとして必ずプラスになるはずだ。はい、魅力ですか。溢れ出てるからね、言っとくけど。君のこの瞳、この眉毛、この髪飾り、このネックレス、この首、全部から溢れ出てるからね、魅力が。私の中にもあるんでしょうか。ありまくり、溢れ出まくり。ああ、でもキリコ自身がそれに気づかなきゃいけないな。私自身が、とっても難しそうですけど、頑張ってみます。本当に誰かを楽しませられる人っていうのは自分のことを楽しませられる人だと思うしね、俺も。頑張れキリコ、俺がついてるぞ。何かが、ちょっと一回休ませようか。今日は休んで構わない。最近ちょっと無理してるだろ。はい、プロデューサーさんは全部ご存知なんですね。いや、やっぱりあんまりスタミナとかがねある方じゃないだろうから、あまり無理させちゃダメだよね、やっぱりね。おお、いいかな。冬、もっと仲良くなりたいです。一緒にお話できたら嬉しいな。絶対仲良くなれるじゃん、ここは。だって私でよければ。絶対仲良くなれるよ、ここはね。おお、素晴らしい。よし、すごいです。よし、シーズン1は突破。いいね。キリコ、一次審査を通過したぞ。キリコ、大丈夫か？え？すみません。大丈夫です。どうしたんだ、キリコ。どうした？通過だぞ。どうした？何か悩みでもあるのか？いえ、ありがとうございます。あれかな、実感が全然湧いてなくて夢の中の出来事なんじゃないかみたいな感じなのかな。その、うん、通過したのは嬉しいんですけど、うん、次はダメかもしれないと思うと。なるほどな。喜んでいいのかわからなくて。もう十分できすぎだからここまでなんじゃないかって不安を感じちゃうんだ。私、次のことが心配で。いや、でもさ、ちゃんと先を見据えれてるってことだからね。それは言い方を変えると、それはね、俺いいことだと思うよ。先のことを考えることができるっていうのは。どうしても考えてしまうんです。いや、いいことだよ。あれ、プロデューサーさん。だって現状に全く満足してないってことだからね、先を見てるっていうことは。私、何か。ははは、そうか、キリコは心配性だな。そんなに思い詰めなくていいんだぞ。キリコの頑張りがちゃんとみんなに届いた結果なんだ。それに頑張るのはこれからも変わらないだろ。それは、変わりません。いや、これをはっきり断言できるなら大丈夫だよ。それならもっと自分に自信を持って素直に喜んでいいんだ。そうなんでしょうか。そうだよ。通過したことは、とても嬉しい、はずなんです。でもまあ、喜ぶのは最後、本当に一番最後まで勝った時に一番喜んだらいいんじゃないかなって思うよ、でも。嬉しいって、ちゃんと思えるように。頑張ります。ああ、これがちょっとした課題になるのかな、キリコの。でもこれは最後に思いっきり爆発するんじゃない？楽しみだな、それは。よし、やりました。お、朝コメだね。キリコが真剣な顔で雑誌を読んでいる。面白い記事でもあったんだろうか。
ない。ほう。あ、どうしよう。再会なのか？俺もしょっちゅう再会だよ。おお、ラッキーアイテムは何なんだ？これだ。今日のラッキーアイテムは白のアクセサリーでした。もう身につけまくってんじゃん。勝ちだね。あ、もしかして包帯のことかも。あ、確かに確かにそうだね。うん、まあこれ切り込ませさえの道第一歩目だ。素晴らしい。あ、私を見つけてくださってありがとうございます。いや、こちらこそですよ。ちょっとフレーバー回復挟んで、よし、すごいです。もうひたすらにトークイベント。ねえねえ、さくやんって身長いくつ？見える世界が変わったら、あれだね、キリコちゃんのプロデュースカードのイベントが一個も来る前に三峰が二個とも来てくれたね。そうだね。以前測った時は確か175センチだったかな。高っ。ほとんど俺と一緒。わあ、本当にいいよな、サクヤン。スラッとしててかっこいいしさ。おお、かっこいいね。確かにこの身長があるからこそまさしく王子って感じでしょ。羨ましい。ゆいかちゃんは王子様になりたいの？そういうわけじゃなさそうだけどね。そうだよ。そうなの？だってそしたらさ、おお、キリコ今日も可愛いね。え、ゆいかちゃん顔を赤くしてどうしたんだい？目をそらさないでほしいな。キリコの瞳はすごく綺麗なんだから。いや、わかります。かわいい会話ねえ。こういうの絶対様になるじゃん。憧れちゃうよね。なるほど、そういうのやってみたい年頃なんだ。そんなに上等なものじゃないんだけれどね。でもさっきのユイカはかっこよかったな。間違いなし。本家にそう言われてもな、サクヤの方がかっこいいもん。まあ、かっこよさで勝負を完全にするならちょっとだけ分は悪いね。それは三峰の背がもっと高かったら、サクヤンくらいの身長だったらまずもっとお姉さんの服が似合うようになるでしょ。三峰の魅力に大人っぽさも足されちゃうかもしれないし。三峰は今の三峰の身長だからこそ持ってる魅力っていう部分も絶対にあるから、それはそれでまた今の三峰とは違う三峰になっちゃうからね。この三峰はこの三峰でめちゃくちゃいいんだよっていうことをまず理解しよう。高いところのものも踏み台なしで取れちゃうから便利だろうし。まあこれは確かに。満員電車で押しつぶされなかったりもするよね。まあそうだね。ああ。ユイカの発想は自由だね。サクヤンの身長があったらいろんなことができるニューミツミネが開花しそうなんだよね。わかる？誰か言ってあげるんじゃない？今のミツミネでもいいんだよってことを。でもユイカちゃんはうわユイカちゃんのままでかっこいいよ。いや、これ嬉しいね。まっすぐストレート。え？私うん、ゆいかちゃんのこと好きだな。いや、僕もです。僕も君たち全員のこと好きです。ちょっと何この会話。私変なこと言った？いや、等身大のまっすぐな言葉っていうのが一番胸に刺さるよね。もう嬉しそうな顔してんもん、三峰が。キリコは今のままのゆいかが好きだそうだよ。うん、どうしようか。いやー、いいなこの言い回し。どうしようかってもう分かってんだよ。そんなことは三つ目だって。それをあえて言わせるっていう、いや、クールだな。あー、もうキリリンには乾杯だな。あ、そんな風に言ってもらえるなら、三つ峰今のままで大丈夫です。いや、素晴らしい。ありがとうってこと。うん、今の自分好きになれたね。ちょっとだってさ、よかったね、キリコ。うわー、いい会話。何ちょっとマジでレベル高い会話の。朝コミュ、絆創膏が昨日より増えてるようだけど、どうかしたのか？おお。この絆創膏ですか？お？ちょっと火傷をしてしまって。あれなのかな、怪我をしやすいっていうのは間違いないのかな。アイドルが怪我してはダ
メですよね。おお。今度からはもっと気をつけます。あんまり絆創膏とかいっぱい貼ってるとファンもちょっと心配しちゃうかもしれないしね。でもだからといってね、やめろと言ってやめれることじゃないからな。やけどか、早く治ればいいけど、これ顔のことじゃないよね。顔だったらね、やっぱり本人も女の子だから気になるだろうしな。うわ、春が意外にゆっくりさんだな。絆創膏が増えていて少し気になったんだ。絆創膏の数までわかるなんて、何でもお見通しなんですね。誰より君のことを見ているからね。いつも私のこと見ててくださって、プロデューサーさんはすごいです。あー、めっちゃ褒められて自己肯定感マシマシになる。おじさん、おじこはねたな。俺が楽しく話させていただいてます。よし、 OK です。まあいいんじゃない。風よ風、来たな、アイドルイベント。そこから何が見える？はい、エレベーターがいっぱいあって、仕事先が広くて迷っちゃったって感じなのかな。エレベーターか。俺もエレベーターの近くにいるんだけど、先にフロアの地図を探そうかな。違う塔まで来ちゃったのかもしれない。動かないようにします。おー、そこにいてくれ。この建物の隅から隅まで、用務員室まで全部見て回るから。え、はは。おー、見つけるよ。待っててくれ。たとえ誰かを殺すことになっても君を見つけ出す。どこだ、他にはどうだ、目印になりそうなものあるか。はい、こういうの不安だよね。あんまりなくて。大丈夫、エレベーターがあるのにエレベーター以外に目立つものは何もない。それが最大のヒントです。目立つものじゃなくていいよ。何がある？そしたら、おう、壁と天井。本当に何もないところにいる。壁と天井か、それはちょっと面白すぎでしょ。いやー、ちょっと何これ、もう一生こうやってやりとりしてたい。あと、お、空吹き抜けてるってこと？吹き抜けになってんのかな？あー。はは、そうか。窓もあるんだな。はい。おっきなビルもあります。おっきなビルが見える位置なんだ。それから。おう。雲と。うん。風。風を感じてんの？やっぱ屋外ってか吹き抜けになってんのかな？おお、風も見えるのか。風使いなんだ。飛行機が飛んでるから。いやー、何これ、今どういう状況でどういう迷子になってるのか何も伝わってこないけど、ただキリコが幸せそうで僕は満足です。飛行機、え、こっちに向かって突進してきてるってこと？空港にいんのかな？いくつも通り過ぎて。ああ、まあ、横から見てるんだね。まあ、それはそうだね。当たり前だね。オッケーだ、キリコ。きっと近いよ。おー、今のでわかんのか。すごいな、プロデューサー。プロデューサーさん？このキリコ可愛すぎる、マジで。うわー、めっちゃ綺麗。俺も見えるんだ、飛行機。いやー、かっこいい今の言い方。飛行機と風。あ、見つけた。
先に言っちゃったよ選択肢を。プロデューサーさん、よかった。悪いな、入り口で待ち合わせればよかったんだよな。いえ、私が迷っちゃったから。いや、迷ってたのは僕の心さ。何言ってんの俺、キリコが教えてくれたおかげだよ。空のことありがとな。私はそんな、空のおかげです。なんでそんな精霊みたいなセリフが、妖精さんみたいなセリフがポンポン出てくるんですか君は。可愛すぎるマジで。いや、なんだこのちょっとノクチル感のあるコミュ。空と風と飛行機と窓。いや、この子はこの子で独特の雰囲気を持ってていいな。あー、入らないで広がっていてくれたから。めちゃくちゃおしゃれな言い回しするやん。いや、センスあるわこの子。本とか出したらめっちゃ売れそうだね。空のおかげか。どうやってお礼を言ったらいいかな。いや、お前までポエミーになんなよ。ポエミーだなこのコミュ。そしたら見送りましょう、飛行機。何ちょっと、不思議な世界観。空がそうしてくれてるように。あ、空もいろんな人たちを見送ってくれてるもんね。なるほどな。いや、素敵な感性だな。いや、素晴らしい。しかもダンス上がったし嬉しい。よし、じゃあちょっとオーディション流行1位だから、もうオーディション行っちゃおうか。私、変なところありませんか？包帯も結び直さなきゃ。いや、包帯はライブ中も巻くんだね。ちょっと待って、見ていい？いや、ちょっと待って。可愛すぎない？だってもう、こんな衣装、ってかこれ衣装なの？もう、これが私服で街歩いてたって、もう今すぐ雑誌に呼び止められてモデルスカウトされるレベルですよ、あなたは。可愛すぎます。ちょっと待って、めっちゃいいな。身だしなみは問題ないよな。全く問題ない。包帯も完璧なんじゃないかな。おー、綺麗に負けてるぞ。大丈夫、落ち着けよ、パーフェクトだ。もっと自信持ってもいいんだぞ。大丈夫、落ち着けよ、パーフェクトだ。これでいこうか。いや、でも包帯のことを肯定してあげた方がいいんじゃない？本当ですか？よかった。よーし、笑顔になったな。やっぱり正解、包帯攻め。よーし、オーディションは問題なくクリア。ちょっとね、思い出アピールまではできなかったね。いや、かわいい、嬉しそう。合格した人おめでとう。よかったよ、本番もその調子でやっちゃって。合格、本当かな。いや、まだやっぱ自信持てないのか。合格だ、やったなキリコ。はい、でも、いや、素直に喜ぶっていうことがちょっと苦手なんだなキリコちゃんは。どうした？いえ、他の参加者の方々のご迷惑になってなかったか気になってしまって。迷惑に？なんで？何を言ってるんだ。むしろ他の人の刺激になってたんじゃないか。合格できたのは全部キリコの実力だ。もっと自信持っていいんだぞ。ありがとうございます。まあでも確かにキリコが受かったことで落ちた子もいるだろうから、まあその子からしたらもしかしたら迷惑だったって思う子もいるかもね。ちょっとひねくれてる子だったら。プロデューサーさんにそう言ってもらえると、おお、少し安心できます。でもステージ上でキリコが邪魔になってたってことは絶対やりえないからね。うん、さあ見てくれ世界。これがおとなしくも大胆、世界中の人を優しく包み込む幽谷キリコだ。あの、プロデューサーさん、私ちゃんとカメラに映れてましたか？バッチリです。緊張で喋れなくて、うん、存在感ありませんでしたよね。君ぐらい可愛かったら喋らなくても、それがむしろ逆に個性になって、もう際立ちまくりだから気にしなくて大丈夫ですよ。おー、ちゃんとカメラに映ってたし、質問だってきちんと答えてたよ。俺は上出来だと思ってる。よかった。いや、可愛い。このブローチいいね、これ。それにたくさん反省は目立つってわけじゃないんだ。キリコは他の出演者をちゃんと立ててる。
みんなキリコのおかげで気持ちよく収録できたはずだし、その雰囲気はちゃんとカメラが捉えてるぞ。ああ、はい。そういうちょっとした気配りっていうのもね、大事だから、ユニットでやっていく以上はね。このまま行こう。キリコはキリコらしくやっていけばいいんだ。プロデューサーさん、はい、頑張ってみます。頑張ろう。いやー、素晴らしい。お、優しい失敗。今日のオーディション、明らかにキリコの様子がおかしかった。おお。ダメでした。プロデューサーさん、申し訳ありません。どうしたんだ？お疲れ様、キリコ。謝ることじゃない。けど、レッスンの時よりずっと動きが小さかったし、自己アピールの時だって。あれ？また腕を押さえてる。ああ。緊張してたってだけなら構わないんだが、何か理由があるんじゃないのか？まあ、自分からあえてこれは言ってもらおうっていうスタンスなんだろうね。いえ、特には。おー。その傷だって痛むんだろ？これは。まあ、傷があるわけじゃないっていうことなんだろうね、これは。これは、怪我をしてるわけじゃないんです。おー。え？そうなのか？はい。包帯は、怪我をする前にっていうか、いや、怪我をしないように巻いてるってこと。確かにちょっとした防御壁にはなるもんね。お守りみたいなものなんです。なるほどね。こうしていると落ち着くので。病院の匂いとかがすごく好きなタイプなのかもね。そうなのか。はい、自分の良くないところが隠れるような気がして。なるほど、自分に自信がとにかくないから隠してしまいたくなるっていうことなのかな、包帯とかで。なるほどな。いやー、でもだったら余計に気になるな。さっきのはまるでいつものパフォーマンスじゃなかった。それはそのダンスの時は、うん、隣の人の邪魔になったらいけないって。ああ、なるほどな。オーディションなのに気を使ってたんだ。だからそれでさっきオーディション合格した時も他の人の邪魔になってなかったかみたいなことを気にしてたんだ。自己アピールの時は大きな声を出したら他の人が驚いてしまうなって。いやー、優しすぎるんだな、キリコは。それで、それであんなにぎこちなくなったわけか。そういう優しさは大事にしたいけどな。分かったよ、そのままのキリコ見せてくれ。母、大丈夫だ。落ち込むことはないよ。あー、難しい。でも、これはちょっと、全肯定するのもいいかもしれないけど、ちょっと、一つ、一歩踏み込もうか。でも、オーディションも、うまくいきませんし、プロデューサーさんにも、ご迷惑をおかけしてしまいましたし。いや、俺にとっては迷惑じゃない。オーディションはまた次に頑張ればいい。大切なのはキリコがどうしたいかだ。私がですか？そうだね。いやいや、やったって続いていかないからね、このアイドルっていう長い道のりがね。ああ、キリコのその気遣いとか思いやりとかはいつか必ずもっと多くの人に届く。うん、間違いない。はは、うん。ちょっと変わってるけど、キリコのそういう優しさを大切にしていこう。プロデューサーさん、そんな風に言ってもらえたのは初めてです。ああ、みんなからあんた優しすぎんのよとかそういう風に言われて育ってきたのかな。ちょっとかわいそうだね、こんなにいい子なのに。その、私、頑張ります。頑張ろう。絶対うまくいくから。エクセレント、素晴らしいです。お、朝ごみ、おはよう、キリコ。空を気にしているようだけど、どうかしたのか？病院のシーツ、たくさん干してきたんですけど。おう、病院のシーツを干してきた。お天気が心配で。実家が病院を手伝ってるとか、そういうことなのかな？実家の病院を手伝ってるみたいな。天気気になるみたいだな。今日の予報はずっと晴れるって、これだ！本当ですか？晴れててよかったです。それならシーツもお日様の匂いですね。そうだね。よーし、楽しく発散だ。いや、キリコマスター、今のところ完璧すぎる。ちょっとダース使っとこうか。エクセレント、素晴らしい。よし、
やりました。お、朝コミまた来たね。どうしたんだ。急いで来たみたいだけど、息が上がっているようだし大丈夫か。体力をつけようって走ってきました。でもペースを間違ってしまってまあ体力がちょっと情けだったもんな。キリコは走り込みを始めたのか。なるほど、偉いな。いやー、これ戦三択どんなんが出てくんだ。難しいぞ。俺も次からは一緒に走っていいか。どうだ。本当ですか。一人だと恥ずかしくて、ついペースが。まあ、だって運動着でもないしね。だからプロデューサーさんがいてくださるととても心強いです。え、これ良かったんじゃない。よー、楽しく走ったな。完璧すぎる。ちょっと俺完璧すぎる。キリコ好き。いつも絆創膏を貼っているので お化粧はあまりうまくできないんです。なるほどね。ビジュアルレッスンっていうのを受けたいのですが、今週いいでしょうか。いや、2週目の終わりに、シーズン2の終わりにまで来て初めてそんなこと言ったキリコ、いいに決まってるでしょう。プロデューサーさん、はい、お手数をおかけします。いえいえ、何のそのですよ。やりましょう。ビジュアルレッスン3つ目と一緒にやりましょう。よし、完璧です。これはもうすごいです。お化粧の仕方が少し分かったような気がします。何よりです。お化粧なんて覚えちゃったらこっからさらに可愛くなるんでしょ。やばすぎです。それはありがとうございます。はい、いや、もうこちらこそありがとうございます。いやー、いい子すぎる。そしてシーズン2突破だ。キリコ、二次審査通過したぞ。通過。よかったです。最高級ですよ。あー、よく頑張ったなキリコ。はい。うわ、すごく嬉しいです。前はね、次の心配をしてたけど、今回は純粋に嬉しいって思えてるんだ。やっぱそんだけね、多くのレッスンとかを積み重ねてきたわけだから、自信がちょっとだけついたのかもね。これで間違いないって言ってもらった気がします。いや、まぐれじゃなかったよってことか。シーズン1は間違いない。はい、私考えてたんです、うん、どうしたらちゃんと喜べるんだろうって、うん、みんなも私もどうしたら楽しくなれるんだろうって、うん、そうか。大丈夫、キリコはちゃんと立派にアイドルをやっているよ。今回の結果はキリコの歩んできた道が正しかった証明だ。はい、うん、優しすぎるキリコだからこそ誰よりも強い立派なアイドルになれる。キリコはちゃんと成長してる。この結果は運なんかじゃないんだ。間違いない。今のキリコならこの先へもっと進んでいける。プロデューサーさん、ああ、いや、改めておめでとうキリコ。これからもよろしくな。はい、絶対にキリコが思ってるより遥かなる高みへ行こう、一緒に。お、朝コミュ。お、今日も早いな。キリコって遅刻もしないし朝に強いよな。目覚ましをたくさんかけてるので。そうか、キリコは朝起きるために頑張ってるみたいだ。えらいな。辛い日もあるか。寒い日とかちょっと辛いです。でも遅刻しちゃうかもって思うより早く起きた方が落ち着くので。これは違った気がするな。まあ普通に走ったかな。まあでもこれ、あ、ランクアップしなかった。しっかりステップが少ないって言われました。ダンスか。1週間後レッスンの予約を入れられるでしょうか。もちろんですよキリコさん。1週間後ならちょっと今週は休んどこうか。めっちゃいんな、みんなダンスレッスンに。よし。そんなにキリコのことが心配だったのか。みんな見習おうかな。お、果てへの旅。おーい、おーい、なんだ、
よし、小道具は戻したっと。あとは、風が。おお、また風関係か。これはあれだね。カードのイベントだね。うん、すごい音だ。寒いんだろうな、外。あ、キリコはもう大丈夫だぞ。冷え込まないうちに上がってくれ。これは事務所内だよね、多分。とても、元気。ははは、キリコは風を感じることができるんだな。おお、元気なのはいいけど、キリコが家に着くまでは少し行儀よくしててほしいよ。おーい。風が呼んでるってことなのか。ん？あの、窓の、ところ。何、風の精霊でも来てんの？どういうこと？あれ、なんか飛んできちゃったか？変な影だな。はい。え？精霊？妖精？鳥って感じじゃないけど。マジで？でも、羽、みたいなのが。そんなとんでもねえ展開が待ってんのこれ。羽？ああ、ほんとだ。羽、耳みたいなのもついてないか？マジで？おーい！なんか情けない声で呼んでるもんね。動いた！はい。おう。カーテン、開けてみようか。なになに、ちょっと怖いな。何がいんの？あー、枯葉か。びっくりした。妖精さんかと思ったよ。めっちゃ天気悪くなってきてない？大丈夫？雨降りそうだよ。あ？どうした？行っちゃいました。もしかしたら、本当に妖精さんだったのかもしれないね。何を言ってるんだ、俺は。うん、驚かせたかな。そうかも。知れないです。なんでこんなメルヘンファンタジックな世界観なの？ちょっと、めっちゃいいんですけど。いいな、好きだわ、こういうの。おう。呼ばれてたのかも。誰かに。ああ、あの子もあの子で別の誰かに呼ばれてたんだ。そうか、ずいぶん急いでたもんな。いや、素敵な会話。いいな、こういうの。ああ。こういうキリコをさ、その、何言ってんだよとか、しょうもないこと言ってないでとか言わないで、しっかりさ、受け入れれるプロデューサーだからこそ、翼プロっていうのはこんなに素敵な事務所になってんだよなと思う俺は。ありがとう、もう一人の僕。はい。いやー、いいコミュです。お。帰り道か。ドッグス&キャッツ。事務所の真下だね、これは。おう。キリコに何か用なのかな？うわ、雨降りそうじゃない？降らないか。天気悪いだけか。また、生まれに行くんだね。うわぁ、ちょっと！交代だよ、って。ああ。呼ばれて。そうだね。肥料になって、また新しい命がそこから芽吹いていくんだ。うわあ、なんだその素敵な感性。おーい。巡る命の輪っかだ。おーい、俺かい。うわあ。おーい、キリコ、大丈夫か？プロデューサーさん。いやー。あれ？雪じゃないか？あー。まあ、そしてまた春が来て、新たな命が芽吹いてっていうことだ、冬を越して。あー、なるほどな。まあ、キリコちゃんはやっぱその怪我のこととか、その包帯のこととかにいろいろ気が回る分、命っていうものに対しての造形がすごく深いんだろうね。いやー、素敵だわ、でもこれは。
ああ、ははは。全身で感じよう、雪を。そうみたいです。うん。いやー、なんだこれ素敵。きっと。うん。さっきの葉っぱさんと、交代の時間。ああ、季節の変わり目なんだな。なるほどな。だから急いでたのか。いやー、素敵、そういうことか。プロデューサーさんは。うん。なんだい？ああ、俺は、やっぱり送ろうと思ってさ、駅まで。いやあ、あったけえな。素敵だ。なんかめちゃくちゃドラマチックな何かがあるわけじゃないんだよ、このコミュって。だけど、それでこんなになんか素敵な気分に人をさせられるっていうのは、すごいことだ、本当に。ほらほら、な、風まで来てもらっちゃ、賑やかすぎるよ。いやー、うまいこと言った。いや、嬉しそう、かわいい、ちょっと。なるほどな、天気が悪かったのは、雨じゃなくて雪が降りそうだったからなのか。うわー、素敵！スロー、スロー。クイック、クイック。いやー、もう、スロー、スロー、クイック、クイック！ジルバっていうダンスだそうです。一緒に、やってみますか？日が暮れるまで踊り明かしましょう！